はい、いいですか？はい、はい、いきますよ。はい、せーの、カッシュー。はい、カッシュりました。カッシュりました。はい、始まりました、ゆうきまもるのオチの見つけ方。はい、はい、はい、というわけでね、お久しぶりです。皆さんお久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。お疲れ様です。本日のゲストは、毎度おなじみの矢田智久さんと、ハロー、チームキーチェンの今井優也です。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ、マイ君。はい、念願かなって。ね。どうですか？なんか、初対面みたいなもんか。ちゃんとした対面はね。そうだよね。確かに、そうですね。でもね、矢田くんはさ、キーチェンの舞台を見て。うん。そうそうそう。あの、出会いから。ね。そう。見て、めっちゃ面白かったっつって。去年の11月。うん、そうですね、11月見たんだよね。あれを、まあ、そうそう、知り合い、別の知り合いの人が出てて、はいはいはい、うん、いや、めちゃくちゃ良くて、たまたま、たまたまだよね、その、なんていうの、そう、キーチェーンみたいなのは、ね、あ、そうそう、誰も知り合いが、キーチェーンさん、キーチェーンのその劇団員さんとかは全く知り合いもちろんおらず、なるほどね。100円売れた人が一人知り合いで、ね、うん、はいはいはい。面白くて、でその後のワークショップも、うん、はいはいはい、参加させてもらって、うん、そこで、まあ、一応バシ知り合ったというか、うん、まあ、そこで始めて、うん、今行くと、こんなつながりができるとはね。そしたらマモ君が知り合いだっていうから、そう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 、こういう形に、いいね、でタイムですね、機会を設けていただき、いや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 、ぜひ一緒にやりましょうかっていう流れでございますね。まあ、本当はね、前回、うんうん、前回。そうなんだよ。前回、うん。ちょっとこの前にやる予定だったけど。そうそう。その時にね、来る予定だったんだけどね。熱中症。今日熱中症になりまして。そんなずっとして。そう。結構頑張ったけど、あかんなって思って。渋谷で折り返して。それはもうさ、その、ほふく前進でも来いよ。顔怖っ。家出る前からもう怪しいなって感じだった。いや、もうちょっと頭痛いな。でも、まあ頑張ればいけるだろうって思ってたけど、渋谷で、うん、ちょっと気持ち悪くなってきて。渋谷で脱落したと。多分この家で死ぬことになるなって思った。お供え物あったのにな。あ、そう、お供え物ね、うん。お線香もあるのに。殺さんときくれる。ちっちゃい生きてるから、俺は。ちっちゃいビールも。ちっちゃいビールも今。あるのにね。じゃあまあなんかまあ熱中症か。うん、じゃあさ、うん、夏暑いから。夏今。まあそうね。真っ盛りでさ、暑いじゃん。どう過ごしてるみんな、うん、なんか夏の過ごし方ってどう、涼み方。うん、ああ、なるほど。涼み方。うん。一番なんか、うん、涼しくなる方法ってある？なんか。俺はもう、全裸サーキュレーターだよね。それ、家でってこと？そう、家で。家で全裸サーキュレーターで過ごしてる。それ出ないでいいだけじゃん。全裸サーキュレーター。まあそうだけど。うん、全裸サーキュレーターか。もうめちゃくちゃ涼しいから。どこから当てんの風。下から。ローアングルから当ててね。直風ね。定点で。そう、定点で。でもね、暑さの回避方法はね、うん、確かにそう。なるべく屋外に出ないこと。いやいや、マジでそれ解決するからやめて、ちょっと。だから、俺東京だからこそだけど、うん、もう新宿とかもうギリギリまで地下使うもん。うん、ああ。地下通路。なるほどね。先の先まで。ああ、なるほど。いや、なんか、本当に、外にしよう。外の話。元の子もね。太陽に呼ばれてる。いや、外で、やっぱ、回避する方法って、でも、女の子とかだったらさ、うん、日傘だったりとかさ、なんかいろいろね、あるけど、男がさ、ちょっとまあ、日傘するのはちょっと、まあね、あれだからさ。だから車移動だって。車移動か。家族じゃないだからね、太陽にどう戦うかってことでしょ。うん、そう。熱に。いや、でも難しいだ、それは。でもあれを、俺は来たことないんだけど、その、うん、扇風機付きの服みたいなのは、うんうん、どうなの？扇風機付けの服ね、今現場でもね、いろいろね、してる人いっぱいいるもんね。何服っていうのか知らないけど、あれ。空調服。空調服。うん。ああいうのは。あれはいいんだろうね、でも。違うもん。違うだろうね。でもやっぱ汗かいた時に、俺、ほら、全裸サーキュレーターするから、わかるけど、汗かいた時に風めっちゃ当たるとさ、涼しいから。まあ、同じようなもんなのかな。なるほどね。まあ、確かにね。いやー、まあ、タオルは必須だよね。うん、タオルを頭からかけとくってのはありかもしれないね。あ、そうなの？
うん。なんかその、直射日光。直射日光を避けるという。まあ、シンプルに帽子じゃない？まあ帽子かもね、うん。帽子とサングラスと。サングラスはかける。うん、うん、そうね。そうね。でも年々暑いじゃん、もうさ、あれ。年々暑いね。でもなんか20年、ん？なんか毎年、なんか、究極の暑さみたいな感じで言ってるけど、なんか20年前の方が暑かったみたいな。ね、そうなの？なんか20年前は一番暑かったみたいな話をなんかちょっと聞いたことある。それ基本的に？基本的に、基本的には。毎年でもなんか更新されてる、ね。更新されてるよね。ボジョレ・ヌーボーみたいな。ちょっと言って、毎年。毎年毎年。今年が最高みたいなことを。今年が最高って言ってるけどね。やっぱ地球温暖化ってあるのかな？そうね。え、地元は？地元はどうだったんですか？涼しく。あ、でもね。現在で言うと地元の方が暑い。あ、そうなんだ。あ、そう。東京よりも多分38とか行ってるから。それ地元愛知県だけど、うん、まあ愛知もね確かに暑い。でも東京と愛知はまあそんなに言うほどの、うん、気候の差はないから、まあそんなに上京してきてからも気候のギャップに苦しめられてないけど。冬は寒い。冬も一緒だね。あんま変わんないんだ。変わんないね。あ、太平洋側だけどね。両側だから、ほとんどが、ね、雪も降らないし、あ、雪降らないんだ。雪愛知は降らないよ。あ、そうなんだ。全然降らない。だ東京として年1回2回降るから。じゃあ結構快適に過ごせるの？結構。そうね。だからちょっと愛知県の上の方の岐阜との間ぐらい、岐阜の下の方とか、あの辺はこう、まあ、盆地みたいなところだと、その日本で一番最高気温みたいなのがその年の出たりするところもあるけど。いやまあ夏はね、まああんまりそのやっぱり昼行動したくなくなるよね。いやわかる。ねやっぱ、ね、やっぱ夜に行動したくなっちゃう。なるね。だから夏と冬だったらどっちが？いやもう俄然冬だね。そうなんだよね。いや俺ね、俺寒がりだから、うん、今までは即答で夏ってさ、逆そんなに汗かきじゃなくて夏の方が冬よりはまだ快適だったのが、うん、最近ちょっと逆転してきたわ、うん、あ冬の方がなんか冬の方が、いや俺もずっと冬だね。あそう、うん、冬の方がなんかエモいじゃん、うん、確かにね。エモーショナルだね。エモーショナルだね冬の方が。詳しく聞いていいですか、うん、え、いやなんかこう、うん、わかるよ、雰囲気がね、うん。うん。恋愛だって別れるときは冬でしょ。え？冬のあったかい缶コーヒー買ってあげられるのも冬でしょ。あ、だからそういう。冬だから。エモいシーンを作れるのが冬なんだ。そうだよ。冬はだって、なんか自分で酔いしれられるじゃないですか。なるほどね。やっぱり。うん、まあそうか、うん、汗だくの中のべっちょべちょのカルピスよりも。いやいや冬のこの湯気が出た。いやもちろんそう。だってなんか夏なんかもうそんなの考えてられないじゃん。そうか。エモさはないわね。エモさはないじゃん。はじけみたいな。はいはい、でしょ夏はさ。そうね。そうね。アバンチュールみたいな。いやなんか、あす、なんていう、その、火遊びじゃないけどさ、なんか、夏はさ、なんかちょっとそういうところが、うん、ある熱狂的な さ、うんうんうん、感じ。フェスみたいな落ち着きがある方がいい、うんうん、まあでも祭りとかはね、まあ夏だからね。あ、まあ、確かに、まあ、意外と人間としてはあったかい方がいいのかもしれないよね。まあ確かにね、うん、確かに。まあでも夏のがそうだね、熱中症とかもう人もしんどいよね。いやなんか、ま、祭りとかさ、結構ご当地でさ、いろんな祭りとかあるじゃん、うん、関西の方とかだと、うん、だんじり、ん？だんじり祭り、だ、うんうん、祭りだっけ？だんじり？だんじり？これは北の方？あれ、だんじりじゃねえな。なんだって言うんだっけ？ぶつかり合うみたいな。なんか、これで？みこしで。みこしでもうぶつかり合うみたいなやつとかあったり、うん、知ってる？なんか、だんじり、なんか、その保険があるみたいな。だんじり保険？だんじり保険あるらしい。すごいね。みこしとかで潰されてみたいな。そうそうそう、そういう、それを、顧みずやる男たちのストーリーがあれみたいだよ。エモいじゃん。ほとばしってる。エモいじゃん。いやそういうのあったり、まあ、うちの地元とかでは、まあ、なんか水の祭典って言って、うん、なんかこう水天宮っていう、なんか結構いろんな全国にあるようなあれが、うん、あれがあるんだけど、その、うん、それの総本山があるから、うん、なんかその中の水の祭典っていう祭りはあって、なんかそういうのはなんか祭りとしてやってるけど、うん、で地元とかの祭りはなんかあるの？
ダルマ市とかあるね。ダルマ市群馬なんだけど。おぉ。ダルマがいっぱい売ってるみたいな。へぇ、でもそれも冬かな。夏じゃない。それ冬なんだ。冬だね。毎年さ、なんかどんど焼きみたいな、あるんじゃない、その、ダルマとかを入れ替えるみたいな。の時に、そのダルマ市ってのが開かれるから。へぇ、冬にそういうのやってる。毎年行ってた、その、そう、子供の時はね、そう、毎年行って、でっかいその、だるま買ってさ、うん、で、親、お父さんとかが、目片目入れて、みたいな、やっぱり、だるまなんだ。だるまですよ、ね。へぇ、そうなんだ。え、愛知は？愛知というか、あ、でもなんかあの、日本ど真ん中祭りとか。日本ど真ん中祭り？夏なのかな。だから愛知県とかあの辺って、日本のちょうど、地理的に真ん中だから、うん、そういうお祭りが、うん、でも俺祭りとか全然その詳しくないからそういうのも行ったことないし、うん、まあ地元でわんさか祭りっていうのが一番でかいかな。わんさか祭り、わんさか祭り、まあ本当に別にそういうだるまとか、うん、だんじりとか、うん、そういう特徴があるわけじゃない。本当花火大会と、うん、屋台が出てみたいな。で、総合グランド、うん、地元にある一番大きい公園、うん、もうあの全面に、うん、そういう風にお祭りの会場を作ってみたいな。だから俺の地元は、うん、そのお祭りが開かれる日だけ、うん、休校が止まるようになる。そうなんだ。いつもは無人駅の普通電車しか乗らないんだけど。うん、まあまあ、そういうのはあるけどね。まあ、そんな祭りが盛んな地域じゃない気はするね。うん、なんか全国的に取り上げられるそういうちょっと奇抜な祭りはないんじゃないかな。まあ、福岡はね、山笠。山笠ってわかる？お山笠は、俺はなんかこう、みこしっていうか、でっかい区で、その、対抗して、レースするみたいな、やつがあるんだよ。街中全部歩行者天国みたいにして、なんかこう、ある区画から一斉にスタートして、多分そこの場所を目指すのかな。で、多分レースするのかな。そうなんだ。それやったことある？ない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 。それはもう、全然、福岡市民の祭りって感じだから。俺はやっぱちょっと、八王子系だからさ。八王子系？福岡市の祭りは、ちょっと後期の祭り。そう、後期の祭りで、距離的にも八王子ぐらい離れてるんで。なるほど。僕らの地域は。ね、はい、なんで、行けないですね。地理的に行けないし、ね。地理的にまず、まあ、でも行く人いるのかな。民族性で行けないってわけじゃなくて、ね。いや、まず、あながちそうかも。なるほど。でも、愛知はね、そうだ、うん、豊橋とか。ああ、豊橋。まあ花火とか、手筒花火ってこうやってもう手で持って、うん、わーみたいな。へぇー、すごい有名で。あ、そうなんだ。イッテ Q とかでも、うん、ロケが来てたりとかしてるから、すごい、多分そういうのは有名かもしれない、ね。このでっかい筒を自分で持って。持ってみたいな。うん、なんか、なんだったかな。まあ行ったことないし。それで点火すんの？そう。すんごいでっかい花火を、うん、持ってんのかな、うん、ちょっと詳しく知らないけど。お、花火でもいいよね。だから花火が有名な地域はそうやってあったりするけどね。いや、まあ、この前行ってきましたよ、花火大会。行ったの？はい、行きました。どうでした？いや、花火やっぱ綺麗だよ。やっぱなんかこう、日本人というか、の子供の頃の原体験として残ってるね、やっぱ。あ、その花火のその風景というか。うん、なんか、うん、小さい頃思い出すかもね、やっぱ見ると。まあ確かにね、花火はね、うん、絶対花火はいいけどさ、うん、やっぱりもうその花火に群がってのこの人だかりがもうしんどいじゃないですか。いや、しんどいしんどい。でもさ、なんか逆に人は多いんだけど、なんかその周りの人とか見てて、まあブルーシートとか引いて、うん、こうちょっと寝っ転がりながら見たりとか、うんうん、なんか、まあ、ポテトチップスをちょっと寝ながら食べながら見たりとか、そういう風景を見るだけでも、なんかやっぱいいなって思うよね。あ、今、花火、有料らしいぜ。あ、有料だって。あ、そうなんだ。いや、なんか無料の区画と有料の区画があって、うん、まあ多分いい場所だと、S 席とかそういうのがあるの？そう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 。しかもなんか、8人ぐらいで、うん、1組とかで5万5千とか。え、う、え、ん、そういうレベル見たもん、俺が。なんかもうそのレベル。なんか、フェスじゃん。やば。しかも屋台がほぼないの。ないんだ。うん、え、屋台1、2個くらいしかなかった。その多分自分たちの敷地内でやってる人しかもう。え、屋台ありきでしょ、だって。屋台ありきと思うでしょ、俺も屋台こそ現代、まあまあ、もうね、原風景あるじゃん、ちょっとね、そういう。うん、いや、もうそれじゃなく、もう多分、
ポツポツ多分自分の敷地内でやってるであろう人たちが、ちょろっとやってて。本当に、うん、だって、花より団子じゃないけど、花火より、まあまあまあ、いや、わかるわかる。もちろんもちろんもちろん。あ、そう。いや、もうまずくてもいいじゃん。そうそうそう。焼き鳥、焼き鳥じゃないもんね。うまさとかじゃないじゃん。うん、もう全然もうなくて。それでもコロナの影響らしいね、ちょっと。ああ、なるほどね。うん、そう、そうなんだ。コロナ前までは結構いっぱいやったけど、うん、コロナ後、うん、からは少なくなったって。あ、そうだ。その屋台で言うとね。これ一応紹介してみます。ねえ、それ、ね、中野で。じゃ、はい、あの、はい、今ちょっと、ここ来る前に、うん、それこそもう各所今ね、うん、だから祭りやってるから、うん、ちょっと一瞬寄ってきて。中野もやってたもんね。うん、で、まあ、焼きそばとか、たこ焼きとかシェアしにくいから、うん、何がいいかなって。うん、検討した結果、うん、ベビーカステラ。ベビーカス、串に刺してこいよ。ベビーカでございます。おすごい、これ。紙袋に直で入ってる。でも、これが一番美味しいから。まあ、確かにね。こうやって食べるのが多分、ありがとう。ありがとう。32個入り。30割り切れないあ、でも、あの、で、あの、熱々だったから、うん、熱々の状態で俺が2個つまみ食いしたから今30個いる。ああ、ちょっと。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、これを食べながらね。うん、食べながら飲みながらで、うん、はい。まあ、これも一応差し入れ、あの、亀田の薄焼きサラダ買ってきたんだけど。たっぷりか。こっちの方が好きかも。よかった、うちが。祭りは関係ないけどね。まあ、結局、カメラ成果が間違いないからね。うん、まあまあ、ということでね、うん、まあ、そうだね、うん、夏の過ごし方って言ったらもう結局夜過ごすしかないね。ああ、夜型ね。夜型になるしかない。夜行性になっていくしかない。夜行性になっていくしかない。うん、虫も夜活動するか。いや、そうよ。いや、俺もだって、でもな、でもね、毎年、ってか、その夏は、夏でも夜のウォーキングは欠かさず行ってるね、俺。へぇ、必ず行ってる、毎日。いや、もうそれはもう、なんつうの、冬とか季節飛ばず。夜に行くんだけど、それはもう変わらずウォーキングうわしてるね。そんなに習慣なの？習慣だね。なんかその音楽聴きながらあの2時間ぐらい歩くっていうのは、あ、なんかその話したね、うん、なんかあれだよね、同じスポットを歩くっていうか、その歩く話したんだけど、俺はちょっとその、うん、何でもいいから新しいうんうんうん、道を歩きたいタイプなんですけど、うんうんうん、そうそうそう、散歩でね、多くはその景色とか全然関係ないらしくて、もう音楽聴くメインで歩くみたいな感じだから、あ、だからそのもう同じいつも歩いてるところを歩くっていう、だからもうそれは変わらず毎日やってますね。夏でも汗だくになるからね、ほんとに。10キロぐらい歩くの？10キロぐらい歩くかな。すごいね。大体うん、10キロ弱か、うん、そのぐらい結構歩いてるかもしれないね。まあ、まあ、ということでね、皆さん夏にはちょっと気をつけてね、まあ、熱中症気をつけてね、ソルティーライチ飲みましょうって話で、はい、はい、危ない、 M 取って M 取って、危なかったら引き返してください、はいということで、こんなねダラダラな回になりましたけど、まあ皆さん熱中症気をつけて、はい、楽しい夏をお過ごしください。はい。はい。ということで、また来週お会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。バイバーイ。